影ということで、なんかさっきあれですよ、なんだっけな、そうだ、道のど真ん中でなんか車が止まってて、なんだろうなと見たら、なんか木が倒れてきて、車がぺっちゃんこみたいな感じの、いやー、意外となんか雨すごいな、そしてなんか被害も結構すごいみたいな、周りが。夜の3、待ってな、なんだっけな、1時か2時ぐらいの時に、夜の1時か2時ぐらいの時になんか雨が降り出してきたんだけど、その時はまだ弱くて、3時4時ぐらいでだいぶ強まってきたのかな。ミラーがね、なんも見えねえね。ちょっと雨がすごくて、GTR の周り見てなかったんだよね。本来だったらなんかぶつかってないかとか、そういうの見るべきだったんだろうけど、雨が降ってきて、危なっ、左になんか落ちてた。あ、これ早めに右側に移ってた方がいいのかな。なんかいろいろと落ちてんな、怖いな。
割にはみんな意外と飛ばせないんだよね。あ、やばい、ここやばい、ここやばい、水が。おお。何もないな。雨風が強いだけでただの走行動画になってしまった。あ、看板倒れてる。そして、そういうことね。徐行しろってこと？信号ついてねえじゃん、よく見ると。まあそんな感じでした、まあ、特に何もないです、うん、なんかものすごいこと起きてるかと思ったんだけど、意外と雨が強いだけだったっていう。